はい、皆さんこんにちは、あちでございます。ドラクエ6ですね、やっていきたいと思います。今週もハード組ですね、ライブ、昨日ライブどうもありがとうございました。しばらくハード組動画がまだ続きますね。で、ちょっと裏でもね、育てようと思いますんで、もうそろそろ、まだ私いないんだ、私裏だわ。ちょっとね、もうここが定番になっちゃったんで、ほんとここすごくやりやすいのよね。他のところに比べるとね、やっぱ休めるっていいよね。あれ、テリーさん何になったかな。ちょっと待って、テリーさん転職したかい。したよね。したよね。遊び人だったもんね、テリーさんね。入った。テリーさん転職してるよね。舞踏家かなんかなってたような気がするんですけど。おお、そうだね。さあ、じゃあね、行きましょうか。まあ、ここもだいぶ長いことお世話になってますね。そうそう、ライブでね、言ってましたけどね。やっぱりドラクエ4が、私の中でドラクエ4がすっごく印象残ってるっていうのは、やっぱキャラクターの立ち方なのかなっていうような気がね、しますよね。だよね。この6ではやっぱり主人公はまあね、でも主人公も今回はストーリーちゃんと持ってるね。あ、っていうかドラクエはみんな持ってるのか。そうだよね、一応背景持ってるよね。あれどこかの、馬の骨っていう感じじゃないよね。そうだよね、ドラクエは持ってますね。そっか、じゃあそう思うと主人公にも個性は多少あるんですけど、でも大抵あまり主人公喋んないよね。まあ今回は片割れの私がよく喋りましたけどね。でも私自身はあまり喋ってない感じが、まああまり主人公ベラベラ喋らすと感情移入ができないのかなと。そういう考えがあるのかもしれないですね。確かに自分の性格になってないことをベラベラ喋られるとうーんってなっちゃう可能性ありますもんね。そういう意味ではバーバラさんがすごくやっぱりこの物語ではかなり個性立ってます、ね、個性っていうか外れることなかったのもそうですし、意外はハッサンですよね。序盤のあの絡み方からすれば、まあ私があまり調理をしていないっていうのもあるのかもしれないですけども、ちょっとそんな感じですね。あとまあテリーさんはまあ出てきますもんね。でもしょっちゅう絡んできますけども、今となっては、やっぱりあまり、まあそういう意味で引き換え券と言われるのもわからないではないのかなというような感じはしますね。はいと、ああしまった、私入れようとしたんだけど。やっぱり勇者がいるとね、違いますね。で、ちなみにね、バーバラさんね、夜中終わりますね。まだね、勇者になれません。なんだろう、これでいっちゃうとほんまにコンプリートしちゃうねってね。今、バーバラさん今レンジャーになってますんで、私がね、裏で育てる時に転職しちゃったもんですから。また忘れるからね、これ入れ替えておきましょう。並び替えね。ドランゴさん。私、APL さん、テリーさんがいいかな。テリーさんにしましょうか。完全物理だね。私がまあまあ唱えるというような感じで、私が、口笛ね、穴掘り。これ、穴掘りね。あと、あれだね。あ、これはドラゴンさんだね。いや、ね。スライム格闘場ね、一応やっぱ一覧撮りたいなと思ってるんですけど、撮りたいなと思ってるんですけど、このもんでいけばかなり厳しいよねと。おそらく先解いちゃうのが、解くのが先だよねっていう、20ターン終わるのが先だよねってね、思っちゃったりしちゃったりするんで、そうですね。
私もヒットポイント500に迫ってるね。私今、ちなみに私今商人です。商人なので。私もね、まあ、バーバラさんほどじゃないけど、やれる仕事、職業はね、やれる仕事って言いかけましたけど、仕事できるかできないかちょっと微妙なので、あれなんですけど、まあまあまあ、職業はもうね、かなりできてきてますんでね。はい、なんか、ああ、アイテムがあんまないね。で、ここはジゴスパークなんだよね、この人たちはね。ややこしいんだよね、これね。聞く敵、聞かない敵、あるもんね。テリーさんねさあ今まで恨みをたんまりね。だからそうそう、さっきのキャラクターの話なんですけど、私の中ではね、ミレイユさん、ミレイユさんがね、テリーさんのお兄さん、あ、お兄さんじゃないわお兄さんでやばいやばい、お姉さんって言ったか、お姉さんって聞いてね、ちょっとねガクッとしちゃったのね。それだけっていうような感じがしちゃったので、ひょっとするとミレイさんの位置ってそれだけなのかな、テリーさんのお姉さんっていうだけで終わっちゃうのかなって思ったら、そんな感じだもんね。はい、テリーさんレベル42上がるんですね。一文字が8文字までかかるとさあこういった、3の1で4ね。ですからミレイさん、その謎の女性でしたでしょ、初め肩書きがね。今はあのテリーさん、テリー今だってテリーさんのお姉さんかなんかなってもんね、ミレイさんね、テリーの姉さんだってもね、テリーありきっていう感じになっちゃってんで、そうだね、うん、そうだねと思うと、もうなんかミレユさんがね、なんかあんまり謎もなくなって、うん、で初めて出てきた時ね、本当はこの人はもうあのかなりいつも帯同する人なのかなってね思ってたんですけども、まあ何度か言ったんですけど、私は昔といた時にはね、もう本当ミレイさん、ミレイさんだったと思うんですよね。バーバラさんもあんなに、まあ、バーバラさんはね、外すことできないんで、バーバラさんもそれなりだったと思うんですけど、多分ね、私とった時はね、主人公、ハッサン、ミレイユ、バーバラっていうような、ミレイさん上がりましたよ。ね、これそうでしょ。さあ、こういった。遅いね。37432、19上がってるでしょ。37432、19だね。はい、テリオ、武道館の後ろになった。テリオ、回しよーと。なのでね、ですから、まあ、多分昔取った時にはこってこって、うわぁ、3匹バラバラだーと。あら、あら、ね、まあ、多分このメンツがこってこってなんでしょうね。こってこての定番なんでしょうね。主人公、ハッサン、ミレイユ、バーバラっていうね。まあ、チャンゴロさんが入るかどうかね、微妙ですけど、多分そんな感じになると思うんですよね。ですけど、まあ今回はほとんどそのメンバーね、もう外部メンバーですもんね、まあ、外部というかもう外れてますもんね。ですが今私がゴールデンメンバーを組むとすると、やっぱりドラゴンさん、あ、そうかそうか、ドラゴンさんが入るかもわかんないね。あ、でも私多分ね、前はドラゴンさん入れてなかったような気がする。で、まあドラゴンさんは入るはそうでしょうけど、ピエールさんで、あとまあまあホイミーさん、バーバラさん、まあそう思うと、もうドランゴさん外して、小泉さん、バーバラさんでもいいのかもしれないね。まあ、ピエロさんもちょっと最近影薄いんで、微妙ではあるんですけどね。入った。ああ、そうだ、足りないんだ。忘れた。しまったね。
でもライブ久しぶりにあれでしたわ。回線切れたね。有線でやったんですけど、あ、ザオルってなっちゃって。有線でやってて、まあ難しいとこだよね。ああ、待って待って、もう指が覚えちゃってね。てか指がそうなっちゃうね、習慣って怖いよね、もうね。どうしたらいいのかな。あ、普通でいいから。てか私マジックパーないもんね。さあ、ここ帽子は3つ持ってるでしょ。あとまあキングス、あ、それだ。あ、ホイミンさん帽子持ってたかな。あれ、ホイミンさん、あ、ホイミンさん帽子持ってるよね。あとはキングスさんが帽子持つかどうかなんですけど、キングスさん、あのメタルキングスライム、いや違う。な、何今新しい言葉作った、新しいモンスター作ったね。メタルキングヘルンか。なんかそれ思ってるんで、防御力はね、結構下がっちゃうなっていうところがまああったりもするんでね。あの、ミレイユさんが帽子を持った時に、金の髪型がね、余って、金の髪型が髪飾りをね、まさかミッキーさんがはめれるとは思いませんでしたね。入った。よいしょ。ビッグバディどうぞ。強いね、相変わらずね。おお、そこドラゴン切りか。ちょっとホイミンさんもまた呼び戻さないといけないね。ああ、バブさん、レベル58になっちゃったよ。ヒットポイント6ポイント、マジックパワーが30ポイント、3個いった。うわ、すごいね。2、6、6、2、2、18上がっちゃったよ。まあ、ミネルさんもガンガン来るんですよね、この感じでしたね。あと、ハッサン、アモちゃん来てたかな、こんな感じに。チャモーさんもそこまで来てたかな。か、ひょっとするともうあの2人をミネルさんがレベル抜いちゃったかもしれないね。いや、ほんとここの敵が楽だわ。さあ、今日は早く寝るぞ。ドライブでも言いましたけどね。私、久しぶり徹夜したわ。てかまだ徹夜できんだね。まあ、ただもうボロボロでしたけどね。ね、日曜日の朝 の動画見ていただいた方は分かってると思うんですけど、もう声低いでしょう。もうテンションもね、モチベーションもね、もう低くて、もう、あ、しまった、忘れたってことで、もうこの後2時間後3時間後にはあ、動画上げてないといけないんだわって思ってね、急に取り出したんでね、忘れたら思い出して。なんでね。はい、じゃあ上手につけました。やった。あったったった。あ、フバハじゃなくて特技だね。ほんと呪文取られなくなった。ルーガーと2年目ぐらいで取られなくなっちゃった。戦闘中に呪文使わなくなったよね。ドラクエ6ってどんな話だったかな。でももう私もね、ドラクエ3からこの実況やってますけど、ほとんどあの間を空けずにやってますよね。何年なんだろう。あ、まあ、マジックパック足りない。もうね、3年ぐらいはやってるような気がするんですよね。やってないかな。去年5は去年にやってたでしょ。そうだね。一昨年の時に、そうだ、一昨年の、いや、違ったかな。あ、去年の正月か。去年の正月だ、いや、違うよね。去年の正月の大晦日のあの、動画で、いや、正月明けだね、正月明けの動画で、プレステのドラクエ4のオープニングやったのかな。
あ、また口笛してたマジックパーないのにだったかな。なんか私の中ではもうそれ一昨年の正月ぐらいの気がするんですけど、ドランコさん100ポイント591万円のね。あ、そうだ、ドランコさん今戦士だからね。はいと、私旦那ね、旦那になっちゃったんだね。じゃあね、ちょっとお時間よろしいのになら、よーっとしたまんないや。ようなので、この辺で終わっておきたいと思います。ドラゴンクエスト6、終わっておきます。どうもありがとうございました。